50から60足らないやん。全員不合格だ。それまあ一文だとかなり長い、言い換え表現を使ってくるという高等テクニックです。誰の回答が一番良かったかってわけなんですよ。はい、始まりました、もちゃチャンネル。さあ今回はスペシャル企画になりますね。ドラゴン桜に出てきた4人の英作文、果たして当時の東大英語担当講師が添削したらどうなるのっていう企画になります。そうですね、もうすっかり忘れてましたね、自分当時の東大英語担当だったっていうのね。でも当時行けば私の東大英語が流れてますから、まだある意味現東大英語担当者ですね。それ間違いないんですけど、もうすっかり YouTuber になってしまって、もう本業がさっぱり分かんなくなってきているんですが、そんな私が見たらどうなるのか。あとはマイケル先生ですね、サンフランシスコにいて日本でも教えたことのある英語の先生ですけど、彼にも見てもらいましたので、その人の意見もちょっと話していこうかなと思います。でまあね、昨日ドラゴン桜見た方はですね、英作文が登場しました。東京大学のですね、そこで藤井、天野、早瀬、岩崎の4人のですね英作文が出てきたんですよ。まあツッコミどころはありますよ。すごいめちゃくちゃ大きなツッコミがあるんですよね。まずですね、登場した賢い子藤井の英作文が一番低い点だったっぽいんですよ。藤井だけが10点中5点で出てて、他の生徒は10点中何点だったのか分かんないので、地理と合わせて合計点しか出てないんで分からないんですが、まあ問題はですね、もし他人の心が読めたらどうなるか、考えられる結果について記せ、複数の文を用いて構わない、出題を一部改変っていう風になってるわけなんですが、まあこれ東大の問題なんですけど、藤井のですね回答がですねこれなんですけど、まあ今から添削していきますが、これを見てですね、桜木先生が長いって言ってるんですよ。長いし何言ってるか分からんみたいなことをね言ってたんですけど、で他の生徒たちの回答は全部短いんですよ。でもね、見てるこっちはね、ちょってなるわけですよ。なんでって言ったら、東大の実際の問題こうですよ。もし他人の心を読めたらどうなるか、考えられる結果について50から65の英語で記せっていう風に書いてあるわけですね。50から60足らないやん。50ないじゃん、そもそもこれ。42しかないじゃん。で、他の人の回答もっと短いんですよ。全員不合格だ。もう全然ダメです。少なすぎます。実際の東大だったらね。まあ改変って書いてあるから何とも言えないですけど。なんですが、じゃあ、実際の彼らの回答を添削して、さらにはネイティブの意見もちょっと入れてみたいと思います。はい、これが藤井の5点、10点中5点だった回答になりますけども、実際にはこの赤ペンで消されてるところが見えないんで、どうなってるのか分かんないところもあるんですが、まあおそらくこうなってると思います。で、 If people all over the world、 はい、世界中ですね。これめちゃめちゃ重要表現ですね。その私のまあ授業チャンネルの方ありますんで、まあユーテラ授業チャンネルの方で見てください、英作文に関しては。 I could read other people's mind。 で、これまあよく言われるんですけど、人々の心、まあ、一応はPeople's minds の方が一応普通って言われます。mind ただ不可算名詞もあるので、一応何度もこれ出題してるんですけど、そもそも受験生たちに。一応罰にはしてないです、いつも。ただ、minds の方がまあ言う人は多いですよ。ただ、other people's mind 自体も聞くことはあるので、罰にはしてないです。で、world peace のこのスペルが違うと。will come。で、出てきた時に気をつけなきゃいけない。まあ、東大英語の英作文では仮定法気をつけなきゃいけないですね。if でこの could と would ちゃんとしましょうねっていうのはよく言うんですね。で、平和が訪れると読めたら。this is because。で、ここには、まあ、限定されてなかったですけど、because の後ろにカマはいらないですね。it would prevent war from breaking。breaking out の方が、まあまあまあよく使う表現ですけど、受験生だったら breaking out で覚えておいてください。で、prevent 何々 from ing ってやつ。で、a decrease of crime。あ、これも全然問題ないですけど、in で覚えておくといいですよ、英作文の時は。そっちの方が使いやすいですよ。はい、prime and of these things。もうこれは確実になんか文法めちゃくちゃですね。これだとなんか decrease of crime and of these things ってなっちゃうよね。これもう文崩壊しちゃいますよね。ここに名詞があって、で、さらに SV が来るのおかしい。で、本編中に日本語で意味を喋ってたんで、それを見ると because of なんだよね、ここね。それによってって喋ってたんで、一応カンマ入れといて見やすくして、because of these things。 ただ things が何だかよくわかんないので、一体何を指してるのかが分かりづらいんで、多分まあ crime が減ることと戦争がなくなるっていうことを多分言いたいと思うんですけど、でまあ elements とかにした方がいいんじゃないのと一応思います。まあ間違いではないですけど、僕はその方が分かりやすいかなと思うんですね。で、 it is thought that こうだと思われる、 the role of journalism のスペルが間違ってる、 jar。フランス語で日って意味ですね、ジョー。何日とかのジョーですね。Journalism would
デメネッシュは少なくなる。これ覚え方はミニが入ってる覚えやすいですよ、これっていう感じですね。本編中では嘘がつけないとかそういうことを入れとかんとダメだろうっつってね、そう、何の話を言ってるかわからんってね言われてましたけどね。くじの回答でした。はい、続いてアマラクランの回答を見ていきたいと思いますね。 If I knew people's mind、 まあまあこれは同じですね、さっきと。まあ minds の方がまあ普通かなと。まあ別に罰にはしてないです、いつも。人々の心が知れたら I could make many friends、 ね、多くの友達が作れるって言ってますね。で、because、 まあわかんないんですよね、あの喋ってるとこしか映ってないので、ピリオド打って because にしてないかとかね、ちょっと心配なんですけど。 Because I could know easily what they like and feel happy with、だ文法的なミスはないと。ただまあ一文だとかなり長い。それだったらまあここピリオド打って This is because とかに二文にした方がいいかなと思うんですが、思ったのは I could make many friends more easily とかって入ってるともっといいかなと思うしね。もっと簡単に友達が作れると。まあこれもね、文法的には間違いはないですね。 What they like and feel happy with、ね、何が好きで何が、まあ、ただちょっと feel happy with となんか they like のとこが redundant、 余分なような感じもするよね。ちなみにマイコー先生ですね、それだったらまあ because I could know them easily on ですね、 on 入れて know them easily on what they like、こっちは How they feel とかにするかなって言ってましたね。どのように感じるかっていう風にした方がいいんじゃないのって言ってましたね。こんな感じです、アマラ君。ただ実際の東大英語だと短すぎます。22単語しかないですからね。はい、それでは続いて早瀬さんの回答を見ていきたいと思いますね。 If I could read other people's mind、 まあこれも minds の方がいいかな。 I could feel happy、 ハッピーになる。Because I could read teacher's mind、 まあおそらくこれ読んでるだけなんでまたわかんないんですけど、ここ二分になってるのかはわかんないんですが、ここと、あとこれもそうですね、teacher's mind、 おそらくまあ文法ミスがないんだったら複数についていてほしいなと思いますね。はい、アポストロフィーこっちについたらパスですよ。はい、mine and I could get a good score on a test、ちょっとね、I could とか何回も何回も出てくるのがね、I could、I 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 could っていうのがちょっと嫌なんですけど、ね、ちょっと言い方変えてほしいなと思うんですが、で文法ミス自体は、まあ、マインズにした方がいいっていうのと、やっぱ、女テストですね。なんか1個しかテストないんかいっていう感じがするので、女テストよりも、on my tests とか、on my exams とかっていう風にした方が絶対いいですね。これは絶対複数の方がいいですね。で、スコアの方は、あ別に、good score でもいいし、まあ、もしくは good scores、とか、あと、high scores とか、higher scores、a higher score とかっていう風にすることができますね。まあ、めんどくさいですね。やっぱね、複数とか単数っていうのは、非常に英語っていうのは分かりづらいことなんでね。まあ、だから大きなミスはここだけですね。ただ、I could とかずっと続いてると、ちょっと同じ表現ばっかなんで、ちょっと嫌だなっていう感じです。さあ、最後は、岩崎さんの回答をチェックしていきたいと思いますね。はい。If I could read other people's mind、 同じですね。もうね、みんな同じです。It will become easier to win a game ですね。はい。ゲームに勝つのが簡単になるって言ってますね。はい。まあ、何のゲームかちょっと言ってほしかったかなと思うんですね。試合だったら。で、because after time of the match ですね。A game of the match と言い換えましたね。ちょっと言い換え表現を使ってくるという高等テクニックを使いますね。I could know what my opponent think of。 これはまあ文法がもう間違ってますね。確実にね、わかんないですけどね、実際に書かれた文をちゃんと音読できてたのかどうかは不明なんでわからないんですが、やっぱりオポーネントっていうのがね、これ相手敵ですよね。三人称単数なんでこれ S 必要ですね。ただまあ試合の時つってるんで、試合中なんでMy opponent is thinking of の方がいいですね。やってる最中なんで、その考えてるところがわかる。こういった形に直せばいいんじゃないかなと思いますね。まあ、opponent ね、相手、敵の方ですね。oppose とかと思うんですね。ポー、反対側なんですけど、コミュニケーションを取る相手とかっていう意味で書かないでくださいね。英作文ですごい間違いが多いです。相手って訳されるか、敵って意味ですね、opponent は。相手って覚えない方がいいですね。これで、誰の回答が一番良かったか。ってわけなんですよ。一番内容的にはまあ具体的で非常に分かりやすかったかなと思いますね。そう、別にあの抽象的な内容を書く必要はないので、ただここだけね惹かれちゃうんでちょっともったいなかったなと思いますね。マイコー先生もですね、内容的にはまあこれが良かったんじゃないのかねっていうふうに言ってましたが、でも一番じゃあ高得点を与えるとしたら誰かっていう話になったんですね。英語っていうところも考えて誰に与えるって言ったら藤井って言ってました。ドラマでは一番点の低かった藤井さんでした。まあ自分自身もこれね、解題なんで、まあ一番この回答が好きなんですけど、もし本番の東大だったら20字ぐらい足りてないんで、まあ藤井が一番になるかなと思いました。という感じですね。
はい、今回は東進の東大英語やってる先生がドラゴン桜2の4人の東大英作文の回答を添削してみたらどうなるのかっていうのをやってみました。さあ、全然悪くはなかったと思います。こんなんダメだよとかって言ってる人たちも多分ねいると思うんですよ。コメント欄とかにもね、ここを最後まで見てないでどうせ書いてる人いると思うんですけど、書けないですよ。ボロボロですもん。僕だから東大特進ってやってきて、開成とか灘とか日比谷とか渋幕とか筑駒とか、そういう人たちの英作文を常に見てきたわけなんですけど、このレベルで書ける人はほとんどいないですから。ただまあ、いわゆるもう帰国子女ですとか、学校がもうすごい英語バリバリやってるところで、もう授業みんな英語なんですとかっていう人たちだったら、まあこれよりもすごいの書いてくるんですけど、だまあ大体女の子が多いですね、そういう回答を書いてくるのは。ああ、もうこの人はもうすごい英語できるんだなっていうのが一発で分かったりするんですけど。はい。どうだったでしょうか。ドラゴン桜ね、これから熱くなっていくと思いますが、まあ自分自身ね、添削サービスやっておりますので、英作文のですね、ぜひ添削してもらいたいという方は添削サービスまで、月1でいいですって方は、あのメンバーシップのレベル3だったら、はい、添削やってますので、添削受けたい方はぜひともやってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.